いいね。ナイスキャッチ。ナイスキャッチでした。でした。お寿司屋さんですけれども、普通のお寿司屋さんとはちょっと違います。うん、はい、こちら。握らずにはいられない。あーもう言われたい。え、どういうこと、どういうこと？ちょっとこれネタの方ちょっとご覧になっていただきたいんですけれども。あれ、お寿司クーニーだ。肉ですね。肉。そうなんですよ。実はここ立花さんはですね、仙台牛の握り寿司を提供するお店なんですが、その元祖なんです。元祖ですよ。でそのお肉をちょっといただいてほしいんですが、はい、その前に立花定番の人気メニューを皆さんでいただいていこうかなということなんですよ、はい、ということで出てきたのが立花の人気メニュー仙台漬け丼。わー、ね、美しい。何種類ぐらいこう、12種類ネタが、はい、で必ず旬のもの、今ですとイワシとか、今日はアジも入ってます、はい、必ず季節の旬のネタを入れるようにしてます。そのままでも手巻きスタイルで食べても楽しい立花自慢の仙台漬け丼ですが、で一つしかないの で、あ、そうなんだ、ちょっと、いや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 海苔があるとか言ったでしょ。メインですけど仙台いろはのポスターの真ん中に載ってるの。あ、そうなんです。赤いドレス着てる、はいはい、まあまあ、そういう人が全部食べられるってわけでもない。そうなの、ちょっとシェアをしながらということで、特別に仙台漬け丼をシェアしていただくことに。この海苔もあの七ヶ浜の海苔で、はい、そうですね。やっぱりあの震災後ですね、地元の少しでも応援したいということで、今あの宮城県内120店舗でこの仙台漬け丼を今やっております、はい、店ごとに特色あるんですか。そうですね、タレもですね全部オリジナルですし、はい、そうなんだ。漬け丼もう一口ガブッといってください、はいはい、いただきます。いただきます。おいしい。うん、いろんな食感がしますね。何の風味いいね。おいしいね、こうやって食べるのおいしい。松島でもこういったおいしい海苔があるんですよっていうのを届けるんです。確かに。そしていよいよ仙台牛寿司が登場。さらに今日はこちらもつけちゃいます。じゃあおビールです。わあ、わあ、やったー。スーパードライプレミアムですね。キャホー、やったとか言いながら前回も飲んでたね。前回も飲んでたね。乾杯しましたね。そうだった、そうだった。というわけで乾杯。乾杯。泡が。アサヒスーパードライ。あれ私の友達が声やってる。あ、そうなんですか。うまい。そしてそんなビールともよく合うのがこちらの仙台牛寿司。炭火で軽く炙って握りにします。上にあの仙台味噌使ったネギ味噌を乗せて、ネギ味噌、うわー、パパ丁寧。作業がこう流れるようなさ、ねえ、ね、ですよね。綺麗、踊りみたい、うん、はい、お待たせいたしました。仙台が炙りでございます。やりました。すごい、これはすごい嬉しい。いきます。はい。おかしい。ありがたい。仙台の柔らかい。味噌いい。でしょ？でしょ？うまいこれ。うめえ。いや本当に合いますね。美味しいっすね。さすが元祖。仙台牛の特徴と言いますと、はい、どういうところにあるでしょうか。そうですね、やはりあの A5 ランク、また B5 ランクですかに選ばれた牛しか仙台牛と名乗れないので、はい、そういった意味では、まあ、もっともっと知名度が広がってもいいかなというぐらいの。あれ、今仙台、牛肉で盛り上がってるんですよ。牛肉で盛り上がってる、ね、そうですよね。そうですね、はい、実はあの来月ですけど も三重県の方で和牛の祭典というのが開催されまして。和牛の祭典、はい、5年に1回なんですけども、はい、うわすごい、そうなんですか、貴重な感じ、はいはい、何をするんですか。そうですね、あの全国から選抜された和牛が、まあ、品質とか、を競い合うということで、はい、まさにオリンピックのような、はい、競い合うんだね。あのバーッと出すんじゃなくて、はい、その中で競い合う、はい、あでもすごい楽しそう、それ、ね、
そこで突然ですが、仙台牛ローストビーフ握りをかけて和牛の祭典クイーズ。問題です、はいはい、実は和牛の祭典には毎回テーマがありまして、今回の宮城大会が感謝と美味しさ〇〇込めてというテーマなんですが、この〇〇に入る言葉は一体何でしょうか。正解しないと食べることはできません。みんなで1個でいいのね、はい、これ和牛関係ありますか。あるだろうね、多分ね。なったら牛ギュギュッとギュ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 ッとギュッ。ちょっとじゃあお寿司の実物をじゃあご覧になっていただきましょうか。はい、仙台牛のローストビーフ握りでございます。来ました。はい、正解すればこれをいただけることができます。さあでは皆さん答えを皆さんお願いします。まとめましたか。はい、じゃあ代表してリリコさん、じゃあ発表お願いします。だから感謝と美味しさをギュッと込めて。正解は、おーということで見事正解。全員で仙台牛ローストビーフ握りをいただきます。にゃーん。シャリが見えない。見えない。お肉が大きい。うん、これはまた、うん、やっぱこう、うん、ローストしてあるからこっちの方がじっくり肉の旨味が出てる感じしますよね。香ばしさね、おとなしくなっちゃう。いやそうそうそう、ちょっとね、うん、そうなんですよ、皆さん無言になっちゃうんですね。確かに黙って食べたいのよ、なんか。リリコも黙る仙台牛寿司、ぜひご賞味ください。仙台牛寿司いいでしょ。いいね。さあ続いてご紹介するのはこちら、炭焼き和牛のワビーチさんです。焼肉だもん、なんで私より派手な人がいる。スペシャルゲスト加藤陽さんです。わー、加藤さんだ。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、かわいい。今ちょっと私を触ろうとしたでしょ、その。なんか触ろうとして、あ、違った違った。それ今日はスタミナ満点の肉グルメスペシャルと聞いて、あの僕今度仙台で舞台に立つことになったんですよ。なのでね、あのやっぱスタミナつけないとなと思って。そっかそっか、その中舞台の告知とかでしょ。はい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 。なんで食べよう食べよう。人間風車っていう舞台。とりあえず舞台の告知は置いておいて、和ビーチ自慢の焼肉をいただきましょう。今回スタミナをねつけたいということなんですけど、なんかスタミナつけるために何か召し上がったりすることありますか。あ、僕結構ニンニクすごい好きで、そうなんです。風邪ひきそうになったりとかそういう時はもうニンニクのチューブ持ち歩いて、であのかけて食べたりとか。かけたそのままじゃない。あ、でもそのままいけたらいっちゃおうかなみたいな感じですけど、でもそのままだとちょっときついよね。きついね。やったことないけどきついですよね。和ビーチ自慢の焼肉、まずは事前に予約しないと食べられないという希少な特選単身。すごい、これなんでしょう。厚みがありますね。これが仙台であの有名なのはもちろん牛タンだとは思うんですけども、はい、当店ではあの柔らかさが出やすい芯の部分だけを使った牛タンの芯でございます。一頭でどれぐらいの量が。だいたいこれで1人前なので3人前ぐらいしか取れないので、1本からなのでかなり希少なものになりますので。いや嬉しいわ。じゃあなんか焼くコツとか今教えていただいてもいいですか。あ、そうですね、お肉なんですけども、あの焼いていただくとですねちょっとぷくっとしてきますので、うん、そうしますとあのもうひっくり返していただいて食べ頃になりますね。そんな単身がいい具合に焼けてきた頃、リリコがあるものに気づく。あれさ、どう見たって私のガソリンスタンドね。近場にある。近場にある。そちらは当店自慢のビールサーバーでございます。はい、卓についてる。自慢の、はい、お客様自身であのお好きな時にお好きな量だけついでいただけますので。え、飲み放題ってことですか。そうですね、飲み放題で飲んでいただくこともできますね。でもその飲んだ分はお支払いいただくような形で、ね、飲んだ分は量り売りになりますので。メーターが、はい、ということで、いろは組一の酒豪を自負する熊谷がビールサーバーを体験。ちょっと多かったかな。あ、いい、うまい、うまい、うまい。はい、ガソリンです。ありがとうございます。結局こちらでもビールをいただくことになり、
全員に行き渡ったところで2回目の乾杯だね。そうですね、カタくん、仙台いろはようこそ。お邪魔します。お肉とビールってもうこれ以上の組み合わせないですよね。しかもさ、すみませんって言わなくていいじゃん。あ、確かに確かに。本日2度目の乾杯も終わったところで、牛1頭から取れるのはわずか3人前ほどという希少な短身をいただきます。結構シャキシャキシャキ、食感が、うん、そう、おいしい。佐藤さん、肉汁じゅわーって出てきて、もう噛めば噛むほど味が出てくる感じ、うん、飲み込みたくなくなっちゃう感じ、もうほんとおいしい。ほんとに柔らかいからすぐ噛み切れるんですよ。そう、そして次に登場したのはこちらも希少部位、その名も特選イチボ一頭切り。腰骨からお尻にかけての赤身のお肉で、うわー、そうだよね、イチボだもん、はい、大きい、大きい版のまま焼かせていただいて、あとお好みのサイズに切ってお召し上がりいただくような形になりますので。網持ってけー、楽しい。でもこうやってさ、豪快に出てくるのなかなかない、ね、これはテンション上がる、ね、食べる前からテンションが上がる特選イチボ一頭切り、そのお味は。いきます。ナンバーワン、ほんとスーって喉に入ってくる感じで、もう脂しつこくないですね。そう、全然ね。さあ次はとっておきの部位が。いや、ちょっと待って、これ出てまいります。あるの、はい、以上あるの、あります。こちら当店自慢のシャトーブリアンでございます。さあ、びっくりしすぎてシャトーブリアンね、来ましたよ。ちなみにお値段は、ね、一皿で7200円。ありがとうございます。そこで加藤さんとリリコにはこのシャトーブリアンと舞台の告知をかけて、こんなゲームに挑戦していただきます。題して、お肉を食べて告知がしたいジェスチャークイズ。舞台出てないけど。加藤さんがお題をジェスチャーのみで3分以内にリリコへ伝えることができれば、シャトーブリアンと舞台の告知は2人のものです。さあでは、はい、準備よろしいでしょうか。はい、制限時間3分、はい、ジェスチャークイズスタート。お、つくし、あ、違う、花火、ん、扉が開いて、うん、なんだそれ、桃、桃がどんぶらこと来ました、割りました、うん、加藤くんが出てきた、桃太郎が出てきた、割った、うん、どう、わ、あ、私が割ったの私が、加藤くんが割って、私が出て、あ、桃がどんぶらこと流れてきました。ああ、そして私が割りました、加藤くんが出てきました、うわ出てきたって言って、ヨーロピアンサイドヘッドロックをかけて、プロレス技をかけて、失神させた。長い。ここで視聴者の皆さんには正解を発表。考えすぎのリリコは果たして正解にたどり着けるのか。残り2分。おだから試合を一緒にしたの、出てきて割って出てきて一緒にもう試合をした、喋っちゃった割ってポポンと出てきた、加藤くんが出てきた、ダメ、違う、最初言ったの出てきたの何、誰、私、何が出てきました、そのほら桃太郎、おお桃太郎が、桃太郎出た、桃太郎、ええ、桃太郎をプロレス技で締めて、あー、惜しい、そう、でもそういうこと、え、へい、あー、残り1分きた、ヒノキの真似をして、ヨーロピアンサイドヘッドロックをかけて、桃太郎とリリコがプロレスをした、正解。やったやった若干ややこしい加藤くん絡んできてないんだ、この中で。とにもかくにも制限時間内に正解したので、お肉と告知タイムゲット。うわー、なんか溶けてきてますよ、お肉が、うなみがもう、どれくらい焼くんですか、これは。中レアにしていただいてで、お召し上がりいただけるといいかと思います。シャトーブリアンのために
桃太郎を一生懸命演じていただいていやもうね情報量が多すぎてここ何がなんだかよく分かってない顔で目にしたもんね申し訳ない顔だけでもねなんかもしかしたら分かったかもしれないジェスチャークイズで勝ち取った超希少なシャトーブリアンそのお味は分かんないもんもう柔らかさが柔らか本当にこれ柔らかいでしょこれねまたジューシーと甘みがあってこれは一口じゃいけない、うん、これダメねこれはこれダメこれダメ一口いったらあかんよお肉を堪能した後は加藤さん出演の舞台の告知タイム人間風車舞台人間風車に私加藤亮出演させていただきますあのすごいあの童話がへんてこな童話があの軸になったお話なんですけどその面白いへんてこな童話がある時から急に恐怖に変わるすごいジェットコースターのようなファンタジーホラーになっております、人間風車日程は11月2日会場は電力ホールになっておりますチケット好評発売中ですよろしくお願いいたしますはいで役は役はそのあのへんてこな童話に取り憑かれちゃう役なんですよだからその童話に出てくる登場人物になりきっちゃう不思議な青年の役をやらせていただきますあまり役じゃないの本当にどうなんですかねでも本当になんかあのアトラクションみたいな本当にあの遊園地に行くような気持ちで見に来てくださったらいいなって思いますホラーがそんなに得意じゃないんですけど、うん、そういう人でも見に行って大丈夫ですか大丈夫だと思いますもう本当に最初は本当に面白くて笑いが起こるような作品になってますのでそんなホラーが苦手な方でもぜひ見に来てほしいなって思いますはい頑張って頑張りますぜひ皆さん見に来てください発売中です11月2日電力ホールですぜひご覧になってくださいお願いいたします、はい